ました、映画とラーメンということで、今日も収録していこうと思います。まずは最初に自己紹介ですけども、ハッチの火曜日担当の、田中と言います。よろしくお願いいたします。関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています映画ライターの原口です。よろしくお願いします。さあまたね、今回も、3作をやっていこうかなと思います、はい。前回と同じくあれですよね、今月は豊作ということなので、はい、たくさんいろいろね、はい、思うこともあると思うので、はい、その思い立てをぶちかまってもらったら確かかなと思います。じゃあよろしくお願いいたします。はい、ではまず、1作目、君の鳥は歌える。函館が舞台の映画です。おで、まあ、これはですね、函館出身の、佐藤悦司さんという小説、小説家さんの、が書かれた、デビュー作のを、映画化したものです。この佐藤悦司さんというのが結構いい作品を書きながら、あの芥川賞とかノミネートをしながらも結局ちょっと受賞はせず、41歳で自害された作家さんでして、あ、自殺された方なんですか。はい、で、まあ、それを契機にちょっと言った本がもう全部絶版になったんですけれども、やっぱりこういった才能ある作家さんを大事にしようというので、映画化を機に、全部復刊されたんです。で、これ、まあ、その佐藤悦司さんの映画が全過去これまでに、怪談師時計、そこの目にて光り輝く、で、オーバーフェンス と、3作作られまして、でそれぞれ監督は違うんですけれども、ここに来てまた4作目ということで、佐藤さんのデビュー作、君の鳥は歌えるが、映画化されましたと。小説自体は80年代かの東京だったんですけども、これそもそも伊達の、シネマアイリスという映画館が企画して、まあ、作った映画ということで、まあ、舞台を、現在の函館に変えて、映画化しましたと。まあ、簡単にストーリー言いますと、主人公は僕、名前はさらに僕という主人公がいますと。でそこで、そこに、一緒に居候する、静雄という友達がいますと。で、あとですね、幸子っていう、仲のいい、女性がいますと。僕、主人公の僕と幸子は、函館の本屋で、まあ、バイトしてる仲と。っていう、まあまあ、っていう、まあ、ちょっとした若者の青春映画なんですけれども、とりあえずね、この主人公の僕、江本佑が、演じる主人公がですね、つかみどころのない主人公なんですね。もうほんと気だるい感じで、もうこんなひどいバイトいたら社内だろうっていう、万引きをもうわざと見逃す。それこそ店長に嫌われたりすると。いやね、もうお前もう出勤してくれるだけでいいからみたいな。いやね、本屋は意外と潰れる原因の一つに万引きがあるわけですよ。うん、そうなんですよ。もともと単価が低いんだけど、万引きだと本当ダメージが出なくて、ちょっとね、そういったエピソードもね、業界ネタですよね。はい、もう抑えながら、もうちょっとどうしようもない、もう主人公なんだけども、なんかこう憎めない愛おしいキャラと。でその主人公に、まあ、同期する静岡仲良くしてたり、幸子がまあいろいろ添っていったりしていくんですね。でまあ、その20代前半ぐらいかな、その20代のみずみずしい、まあ、どうしようもないけども、なんかみずみずしく綺麗な映像を撮っている作品で、うん、あとちょっと重い話なんですけれども、まあ、監督はちょっとそれやっぱ映画を見て気持ちよく終えたいよ、見終えたいよねっていうので、ちょっと結構設定をうまいことを変えて、気持ちよく見終える作品に仕上げていてですね。あと一応ね、これ君の鳥を歌えるっていうのが不思議なタイトルだと思うんですけれども、これもと要は、ビートルズの And Your Bird Can Sing を、佐藤さんが和訳したタイトルと。そこが結構ポイントですかね。あ、そのストーリーの内容的にもポイントと。はいですね。では次は、バッドジーニアス、危険な天才たちですね。これ、舞台はタイの高校です。タイタイタイですか。タイです。ほう
でこれ主人公は、超あの高校生を持って、高校生の天才少女ほうで、そこに目をつけたのが、あのまああまり勉強のできない、男子と女子が来るんですね。でもこいつらはお金を持ったりするという体で、で何をするかというと答えを教えると、持ちが目をつ金持ちの、まあ、頭悪い子が目をつけてこれをビジネスにすると、それをピアノの授業料とピアノ教室のお金ということで、まあ日本で3000円ぐらいをあの学生か高校生か集めて儲けていくと。でまあそうやってどんどん稼いでいくと、次の舞台はですね、日本じゃあんま聞かないですけどね、あの世界を股にかけた留学するための試験があるらしくて、で世界を股にかけてこいつらは、実際を利用してオーストラリアに場所を移して答え、まあ、あの天音をあの、まあ、いろんな手法を使って答えを他にばらまいていくっていうのを仕掛けていくっていう、いわゆるね、もうスパイ映画のようになっていくんですね。これそこそ映画のキャッチコピーが、高校生版オーシャンズイレブンだ、高校生版ミッションインポッシブルだみたいな。なるほど。もう時間ギリギリのところでいかにこう答えをばらまいていくかっていう。もうそれがね、超スリリングで面白いっていう。まあ単純に言うと、お前ら勉強せよって話なんですけど。え、そうですよね。まあ、それやったら元もここまでからね、映画としては。ね、もういかにこう、カンニングでこうね、拡散、もう答えを拡散していくと。結構種のいわゆるあの人間ドラマ系の作品も結構日本に入ってきてるんですけど、こういったもうスリルも緊張感のある映画もあるんですねっていう。じゃあ3作目思いのいっちゃいます。はい、愛しのアイリーン。この舞台が明確には言ってないけど、一応ロケ地が新潟の長岡が舞台で、まあ、いわゆるその田舎を舞台にした話なんですけれども、この安田健、チームナックスの安田健演じる、主人公はですね、そんな田舎のパチンコ店で働く42歳独身と、金こじらせてしまったもうおじさんなわけですね。で、まあ、それでしかも実家暮らしと、パチンコ屋で働いて帰ったら、まあ、自分の親が、まあ、言ったらもうおじいちゃんおばあちゃんの年ですねが、お前はいつもお嫁をもらうんだみたいなっていう、もう冴えない環境ですと。でまあそういった設定で、ある日この主人公がいなくなりますと。お父さんおじいちゃんは亡くなると。でまあ葬式をしている時に、主人公息子が帰ってくる。でその横にはフィリピン人の奥さんができていました、まあ、結局まあ早はで向こうをもらった方としては、これでまあフィリピン貧乏でお金を入れてくれる人がいると。まあ言うなればちょっと人身売買的なことをしちゃってるんですね。その意味でもなんかまあいろんな意味で気にしてるんですね。まあ何はともあれフィリピン人の妻ができたと。でそうなると、まあ、そのお母さんおばあちゃんの方は、まあ、いわゆるどこの馬の骨だって話なんです。なんじゃお前で、まあ、田舎なんで猟銃の銃を持ち出して撃とうとするっていう。で、まあ、そこにさらに、伊勢祐介演じる、フィリピン の親を持つ、謎のチンピラができて、私とお前は同じ教師だみたいな感じでこうなんか仲間にしようとしてるしていくと。でまあ結局フィリピンからやってきてもだからそうよしアイリーンちゃんがやってきても、まあ、結局日本語わからない中で必死でまあ結構フィルムタガログ語と英語の辞典、タガログと英語の、まあ、辞典を使って必死でまあ日本語を勉強しようとすると。だから結構結婚してから頑張って夫婦になろうとしてる話だけれども、お母さんからしてはもうなんだお前は邪魔者だっていう。もう結構ねもう銃が出てくるのでどんどん偉いことになっていって、なんかもう何を見てるか分からなくなっていくんですね。
こうコメディなのもう最初コメディなのかと思ったらもうバイオレンス映画になっていくんかみたい、うん、でもね最終的に終えたらね非常のもう愛の話になっていくんですよ、うん、っていう137分何を見てるんだこの映画は。でもなんかすごくいい作画見た気がする。結構人選ぶ作品かなとかって思ってる。そうですね。だからもうまあ花から言ったら何でしょう、女性の使い方に共感できないという人もいますし、うん、いわゆるだからその田舎の、まあ、いろんな縛りにとらわれている人たちの話でもあるのでですね、まあ見ていて辛いっていうのもありますし、うん、でもすごいもう見たようでなんかちょっとおおってなってしまう人もいると、うん、どこですかね。また映画見に行きましょう。ありがとうございます。白クマからいきます。お願いします。白クマは、塩ラーメンになってます。普通に美味しい。じゃあ、まあ今日は2つあるんで、はい、もう1個行きましょうか。もう1つ、東京上野動物園のパンダラーメン醤油味。醤油ラーメンは塩よりはちょっと若干は専属しない感じですか。ね、なんかあんまりそう醤油は得意ではないんですけど、うん、じゃあいきます。茹でるのはあれですか、ちょっと若干麺は固めにしてもらってまして、あ、でもそんなに濃くない、なんか食べやすい醤油ラーメンですね、うん、なるほど。まあそんなで今日はね、夜間亭さんのラーメンをようやくたどり着いたって感じがあるんですけど、2つ紹介しております。白黒ラーメンとパンダラーメンですね。まあ、あえて原口さんのも中間でいいんですけど、どちらのラーメンがお好きとかって今日はありますか。この食べ比べ的になってますけど、まあ、まあそうですね、まあ塩の、白黒の方が結構好きですよ私は。やっぱ来ますね、はい、で今日は何点でございましょうか。もう一回聞いていて、結構90点多いからね。これはね、うん、85と80ですかね。ああ、はい、はい、有料化の量ですね、はい、今日もありがとうございました。